1回の裏、内海がいきなりピンチを招きました。ツーアウトながらフルベース。打席は山田。これがショートゴロ。先制なりませんでした、スワローズです。ここで1点欲しかったですね。そうですね、また崩せるタイミングではあったんですが、この後どん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 内海が自分のピッチングを取り戻していきました。そして振るのが、これは2回でした。ワンアウトランナー2塁でロペスにツーランホームランを打たれました。まあ、結果的には両チーム合わせて得点はこの2点という形に終わったゲームです。3回の表、3回の裏の畠山のダブルプレーをご覧いただきましたけれども、とにかくスワローズはダブルプレー3つという、今日は宇都宮のゴロアウトの数、宇都宮自身は7回3分の2を投げた中で内野ゴロのアウトが19というところでした。これは4回の古野のピッチングです。でも古野も良かったですけどね、はい、本当にあの一発だけで ね、 本当ですね、頑張りました。阿部ロペスを打ち取ったところをご覧いただきました。そして4回、中村のショートゴロゲッツー。7回までゲームは進みます。ジャイアンツノーアウトランナー1塁という場面、来るのは投げ続けています。長野が送りバントを試みますが、来るのの好フィールディング、送れません。そしてロペスはサードゴロダブルプレー。警察もヤクルトもお返しです。7回の裏、2アウトランナー1塁、代打宮本という場面を迎えて盛り上がった長野ですが、ここはサードゴロ、2アウト1塁のところ行かせませんでした。8回表です。フルのプロに入って初めての8回というイニングを投げました。ウォーカーファーストゴロ、ピッチャーの宇都宮を打ち取って8回を2失点に抑えた古野です。敗戦の中では大きな明るい光、古野の好投です。8回のスワローズ、宇都宮のピッチング、上田を三振、ここで宇都宮からマシソンにリレー、代打の岩村を切って突破、マシソン空振りの三振、2対0で9回です。2アウトランナー1塁3塁というチャンスをジャイアンツ迎えたところ、バーネットが長野をなんとか抑えました。スイングアウト、2点を追いかけるこの西村に襲いかかる9回のスワローズ。川端がサードゴロエラーで出塁。まあ、その後満塁までランナーを埋めました。森岡ハーフスイング、三振に取られてしまいました。そして代打の竹内、大きな当たりだったんですがレフトフライ、あと5メートル伸びが足りなかったという形で2対0ジャイアンツが勝ちました。さあ今日振り返った上で大谷さん、ポイントはどこにあるんでしょうか。やっぱり宇都宮のピッチングですよね、はい、あの立ち上がり苦しかったですけども、ランナーを背負いましたけども、まあ、こうやってゴロを打たせてね、はい、ゲッツーで切り抜けていって、うん、で自分の気持ちもそれから投球内容もどんどん上げていきましたよね、この辺がすごくあの上手に試合投げましたね。7回3分の2、112球、ヒット7本は打たれましたけれども無失点、10勝目、2桁、4年連続、まあ、この終盤のラストスパートにあってジャイアンツ、この宇都宮の完全復活は大きいですね。大きいですね、やっぱりエースとあの呼ばれる人なんでね、はい、こうやって本当にピッチャーで勝てるゲームをしっかり作ってくれるとね、はい、これはもう頼もしいです。明日の予告先発、スワローズは八木亮介、そしてジャイアンツは宮國ということなんですけれども、まあ、古野投手、夏美さん頑張りましたし、頑張ってくれましたね、なんとか明日の八木でね、連敗を止めてほしいなと思います ね。あとは攻撃のね、野手たちがちょっと頑張ってほしいですね、はい、そうですよね、はい、もっと大きな声で言った方がいいよ、はい、頑張ってください、はい、
まあ、頑張ったんですが2対0スワローズ敗れてしまいました。5連敗ということになりました。大谷亜希子さんの解説、そして夏美さんにお付き合いをいただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。このカード明日明後日は神宮でのゲームになります。スワローズライブもちろん生中継でお届けいたします。では長野オリンピックスタジアムから失礼します。